今回はね、まあ、とある超激レアアイテム関係のやつとか、あとはアイテムショップや、まあ、人気エモートとか、そういうやつと、あとね、コラボ系で期待してたけど、来なかったやつとかね、まあ、いくつか面白い情報があったから紹介していこうかなって思います。最初はね、激レアアイテムたち関係。まあ、激レアアイテム関係だね。なんと、昨日のアイテムショップでね、結構すごいのが売ってて。まあ、これが昨日のアイテムショップで、まあ、いつもと似たようなやつが売ってんだけど、なんとね、このツルハシが登場してって思うんやけど、なんとこのツルハシがね、1587日ぶりの再販になってるみたいやね。そしてこのツルハシっていうのは、結構前、まあ、時々紹介する、いつでも販売できるアイテムになってたみたいだね。だからまあ、この中から選ばれたアイテムだったみたい。まあ、そう考えると、この画像の中のアイテムたちはちゃんとね、いつでも販売できるアイテムになってんね。まあ、もちろん、販売できる状態になっているだけで来ないやつもあっと思うけどね。そして、これのね、だいたい2、3年前のやつっていうのも公開されてて、2、3年前の、いつでも販売できる状態なしたレアアイテムっていうのは、こんな感じになってるみたいやね。まあ、こんなに大量にあったやつが、徐々に再販されてって、今のこれになったって感じ。まあ、こう考えるとね、今の、まあ、この画像の中のスキンたちも、いずれアイテムショップで販売されそうよね。まあ、トラビスとかもワンチャンあるんかな。まあ、結構ね、こういうレアアイテム系は再販されてるっぽい。そしてね、次はね、エモート関係だね。まあ、なんと、この前、今シーズンで、最も使われてるエモートっていうのを紹介したと思うんやけど、なんとね、今までの全期間の中で一番使われてるエモートっていうのが判明してたね。まあ、フォートナイトってエモート結構あっから、バラバラになったと思うんやけど、結局一番使われてるエモートが、止まらぬ笑いだったね。もうこれが一番なんやかんや使われてるみたい。書いてあったのが7300万って書いてあったね。まあ、そんぐらい使われたってことなんかな。多分それ以上な気がするけど。やっぱり、止まらぬ笑いね。人気があって使ってる人が一番多いらしいね。まあ、その次で言うと、ビクロイスを表示するやつ。で、3つ目が、なんか結構人気のあるこのエモートになってたね。そしてね、次やね、コラボ系で期待されてたけど来なかった系をね、いくつか紹介していこうかなって思います。まず一つ目が、スパイダーマン関係だね。スパイダーマンって今までさ、結構いろんなのが来てて、スパイダーバースのキャラクターも登場してって思うよね。まあ、マイルスだったり、グウェンが来てって思うよ。そして、スパイダーマン2099。この、マイルス、そしてグウェンっていうのは、マスクを外すね、スタイルがあっと思うよ。けどなぜか、スパイダーマン2099はね、マスクを外すスタイルがないっていう。まあ、原作とか、まあ、スパイダーバースの映画とかではちゃんとマスク外してたよね。けどなぜか、フォートナイトには登場しなかったっていう。まあ、結構期待の声もあったみたいだから、これちょっと残念よね。そしてね、次はコラボ関係って言ったらちょっと違うかもしんないんやけど、PD 関係やね。チャプター2シーズン4の時に、まあその時はマーベルシーズンで、なんかフォートナイトのキャラクターとマーベルのキャラクターが向き合ってさ、なんか戦うみたいなのあったやん。その時にピーリーがウルヴァリンの爪みたいなバナナを生やすんよね。これがね、ツルハシになるんじゃないかって期待されてたけど、来ることはなかった。まあウルヴァリンの爪がさ、限定のツルハシになってから来ないのはしょうがないんやけど、そのね、数ヶ月後に、ウルヴァリンの爪の誰でもね、使えるバージョンが来たと思うよね。その時に、ついにピーリーの爪使えるんじゃねって言われてたんよ。ピーリーだけは。けど、その時も登場することはなかったね。個人的にこのバナナのさ、ツルハシ、いいなって思うから、登場してほしいなって思うわ、個人的に。そしてね、あと2つ紹介しようかなって思うんやけど、トランスフォーマーコラボで期待されてんのがあったよね。それが、車の変形だね。まあ、トランスフォーマーって言ったら車に変形するよね、確か。それが、フォートナイトでも来るんじゃないかって期待されてたけど、来ることはなかったね。
一応トランスフォーマーの、まあ、スキン一つ一つにビルトインエモートはあったんやけど全く別のになってた。そしてね、最後に紹介するのがクリードだね。まあ、クリードって言ったらさ、ボクシングがめちゃめちゃ関係してんじゃん。そして、まあ、ついにクリードが来るってことで、ボクシンググローブのね、ツルハシが来るんじゃないかってめちゃめちゃ期待されてたんや。けど、結局登場したツルハシは、マジの普通のツルハシだったね。まあ、ボクシング関係で言ったら、フォートナイトでさ、クリードカップっていうのがあって、何ポイントか取っと、一応ボクシンググローブのスプレーはゲットできたね。ボクシンググローブのさ、ツルハシって言ったら、昔確かね、インポスターズで使えたんよ。それで結構期待してる人も多かったんやけど、まあ、結局来なかったね。個人的にもめちゃめちゃ欲しいなと思ってたんやけど。そしてね、次はね、もしかしたら今後登場するかもしれない車を、まあ、制作してる、まあ、乗ってる映像があったね。まあ、それがね、フォートナイトって、まあ、レーシングモードが来たことによって、ロケットリーグの車とかがね、今後徐々にフォートナイト内でも使えるようになったと思うよね。そしてその中にも、ワンチャンコラボ系のやつも使えるようになるんじゃねって言われてるよ。そして、今回映像で作られたのが、バットモービル。まあ、バットマンの乗り物になってるね。まあ、もし今後フォートナイトにバットマンの乗り物が登場したらこんな感じになるんじゃねっていう動画が作られてた。まあこんな感じ。もうめちゃめちゃすごいよな。てかでかすぎて画面隠れてっけど。まあもし登場したら、まあこんな感じになるんじゃねって言われてんね。まあガチで登場する可能性はあるんよ。これめちゃめちゃ楽しみ。そしてね、最後は、次のアップデートが来るまでに、フォートナイトに登場するって言われてるアイテムたちがあったから紹介していこうかなって思います。まあこれはね、何回か紹介したことがあるやつになってて、まずは進撃の巨人だね。まあこれは260何日間か再販されてない。まあ多分、最初の販売から一度も帰ってきてないやつだね。そして次が資料の腹渡になってる。これもなんか最近あんま見なかったよね。で、最後が、ウィンターフェスの新スキン、二つだね。まあ、これめちゃめちゃ待ってんのに、いつ来んだろうね。まあ、次のアップデートが、明日か、または23日って言われてっから、まあ、それまでには来るんじゃないかな。まあ、個人的にはウィンターフェストのスキンが一番楽しみだね。まあ、だいたいこんな感じかな。まあ、個人的にはさ、最近マジで徐々に激レアアイテムたちが再販され出してるんよ。だからマジでアイテムショップ、これ楽しみだな。あとはやっぱり止まらぬ笑いよね。これが一番使われてるエモートっていうのが、もう何とも言えないよな。まあこんな感じ。